はい、匠ソフトの高井です。父読後感2019年11月号、特集「語らざれば憂いなきに至り」。今回の読後感の箇所は「介護の歌」、認知症の母が教えてくれたこと。藤川幸之助さん、詩人、歌を書く人ですね。学校の教師でもあられたという藤川さんの記事からです。私がこの介護、認知症と聞いたときに、すぐに思い出したのは、実は私が起業したとき、起業したその年から、認知症介護のお客様のホームページのお仕事をさせていただくようになりました。たまたまそのお客様は、私の妻の知り合いの方でご紹介を受けてお仕事をさせてもらったという経緯がありましたが、最初は認知症という、この認知症ということ自身、私は知識にありませんでした。自分の全く知らない世界で正直その現実、認知症の介護という現実がすごく厳しいものであるということを考えさせられた、そんなお仕事になりました。まあ、その昔、私が子供の頃なんかは、忘れっぽい老人を捕まえて、ボケ老人とかっていう心のない罵声を浴びせた記憶もあるなぁと。それは自分の親に対して気に食わないことがあると、そのようなことを、ボケてんじゃないのとか、そんなことを言った悪態をついた記憶も蘇ってきました。しかし、この認知症というのは、そのような悪態をつけるような状況ではもちろんありません。人によって症状は様々異なりますし、記憶が残っているところもある方もいれば、がっぱり抜けてしまった方もいらっしゃる。本当にその介護をした方でなければわからない厳しさというのが、この認知症の介護従事者の方の苦労が、やはり当事者でなければわからないことたくさんあるんだなということを思わされました。そのグループホームさんをはじめとして、いくつかのグループホームさんとのお付き合いをさせていただくようになりましたが、そのような事情を抱えたご家族をお預かりする施設を私が外から客観的に見ておりますので、そのどのように施設の方々が入居者さんの対応をされているのかなというのを見ております。それぞれにやはり特徴があって、一つ言えるのは、やっぱり家族のように接しているということなのかなと思います。私がお付き合いさせていただいているグループホームさん、そういう施設の方々は、そのような勉強を OJT っていうんでしょうかね、たくさんされて、毎月のように何個も何個もされて、自分たちの介護の質を上げよう、入居者さんの支えになろうという、その姿勢を感じることができます。
介護の現場は本当にですね、衣食住すべて入ります。だから本当に厳しい世界だなというふうに思います。体も使いますし心も使いますし、その中で、なかなか介護従事者になる方のその、希望する方々、介護従事者となろうとする人たちが、少ないっていうことも今一つの問題なんだなっていうことを感じさせられています。自分たちがこれからどんどんその世代になっていきます。高齢化社会になる日本の中では、やはりこの認知症の認知症になる方々もこれから多く来てくるんじゃないかなというふうに予測されています。たくさんそのような、まあ、認知症とは限られませんけども、施設がたくさんできている中で、やっぱりこの認知症という本当に介護の必要な方々に対して果たさなければならない使命というのが私などにも課せられているのだなと思うと、大変重たく受け止めなければならないと思いました。また自分にも母がいます。母は認知症ではありませんが、やはり足腰がダメになってきて、普通に、外での活動をすることは今は困難な状態であります。私の実の姉が母と共に生活をしてくれているので、なんとかなってますけれども、ただ本当にね、姉ばかりに、その大変さを押し付けている、その現実が私にはあるっていうことを受けてもらわなければならないなというふうにも思わされています。本当に反省すべきことたくさんあります。口ではいいことを言っても、実際に行動に移すとなると、この藤川さんも述べられているように、本当に逃げたくなる、そのような気持ちが正直に藤川さんは吐露してますよね。私の中にもそのような気持ちが間違いなくあるんでしょう。乗り越えなければならないこと、そのように感じます。私は妻のお父さんと今一緒に住んでいるんですけれども、そのように親の世代を誰かが支える、誰かが見ていく、まあ一緒に生活をするっていうだけで、それ以上のことは何もできないんですけれども、そのようなこれから時代に入っていくんだなということを感じさせられています。本当に認知症の母が教えてくれたこと、藤川さんから、藤川さんを通して私自身の母親、そして妻の父親のこと、考える機会を与えてくださったことに感謝申し上げます。今日はこの辺で閉じたいと思います。それでは皆さん、また。